はい、おはようございます。炭酸セータランジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、老化予防のアイデアとかヒントをですね、新たに配信していきたいと思います。はい、今回ですね、この眉間のシワを消す方法ですね、このお話をしていきたいと思うんですけども、これもですね、質問いただいたんですね。この眉間のシワを以前の動画で配信したんです。もっとちょっとやりやすい方法でね、ちょっとなんかないかなって言われたんですけども、ちょっと今日はそれをですね、ちょっとアレンジしたものっていうかですね、ちょっと簡単にできるものをですね、ちょっと今回配信していきたいと思うんですが、ちょっとですね、まだ、撮れてないですね。今見て気づいたんですけども、ちょっとこれは前回の動画でですね、ゴルゴ線を消す方法をですね、やったんですけども、それでですね、ちょっと施術の合間で撮ってるんですけども、これちょっと消えなかったんですね。これでもあんまり患者さん何も言ってくれなかったですね。別にまあしょうがないですねまあそれはさておきですね、やっていきたいと思うんですけど、この眉間のシワを消す方法ですね、結構簡単にできるんです。で、簡単にできるんで、眉間のシワとですね、このせっかくなんでこの目の周りですね、この目のクマのここですね、ここ、目の下のですね、クマが出る方って多いと思うんですけども、それをですね、改善するケアもですね、合わせてやっていきたいと思います。はい。でですね、まずですね、これを、スプレーですね。じゃじゃん。生体いらずの炭酸スプレーということでですね、これを使ってほしいんですけども、まあこれなかったらですね、炭酸水をキッチンペーパーにかけてとかですね、別にいいと思うんですが、僕はですね、これは使ってる理由はですね、ヒアルロン酸、ビタミン C、プラセンタが入ってるからこそ、体に 無添加、無香料、無着色だから、顔に良し、体にも良しなんですね。でですね、これを使うことでお肌がですね、かなりいい感じなんですよ。なんか僕が言うとなんかおねみたいになっちゃうんですけど、これかなりいいんですね。で、結構これを買ってくださる方がですね、電話でもめっちゃいいわ先生とか言って、それだけで電話を切られる方とかもおられるんですけど、めちゃめちゃ嬉しいんですね、そういうのってね。やっぱりそういうのってやっぱ作った人間として嬉しいんですね、こういう喜びの声っていうのをいただくとですね。で、まあまあそんなことはさておきですね、眉間のシワを消す方法ですね、やっていきたいと思うんですが、まずですね、顔にかけます。ワンプッシュかけます。で、ワンプッシュかけてですね、まずこれ顔をなじましましょうか。なじませます。はい、なじませますね。でですね、これをやった後にですね、指、人差し指、両方、ね、ここをね、こういう感じで、外に、この眉間のシワある方はですね、やっぱここは盛り上がったりとか、こうむくみが強いんで、ここをこう引っ張ってください。引っ張って、前回やりました、上下うなずくってやつですね。こういう感じですね。こういう感じ。はい。うなずく。外に引っ張りながらですよ。引っ張りながら。で、こうやってもいいですよ。引っ張りながら、こうやってください。はい。で、僕はですね、この眉間のシワは寄らないんですけど、で、おでこのシワが寄るんで、ここはですね、またちょっと違う方法でやってるんですけど、これまたね、また違う方法をですね、あなたにまた次回でもね、次回以降に配信していきたいと思うんですが、次ですね、この眉間のシワやりました。その時目の下のクマですね。クマを取る時もですね、このですね、この目の、クマのところにこの中指を、ピタッと置いてもらって、これもですね、左右に触れる？振りにくい？あ、見たら振りにくいですね、カメラを見ながら。あ、ということはですね、上下にしましょう。上下に、上、下、上、下、上。で、要はですね、ここの筋肉の動きをつけてあげるということなんですね。ここの動きをつけることによってですね、やっぱこの目の周りの筋肉が活性化するっていうのと一つと、この炭酸スプレーでですね、血流を回復させる、毛細血管を拡張させてですね、血液の流れを良くするから、ここへの顔の血色とかね、いえばくすみが取れていくって言われてるんですね。ぜひですね、あなたもそれやってみてほしいと思います。だから今回ですね、この眉間のシワと目の下のクマ取りですね、これの簡単な方法をお伝えしました。で、またですね、これもですね、ワンセット、1回を、まあ、言えばですね、10秒とか20回とか、秒でも回でもいいんですけど、3セットやってください、3セット。やっぱ続けてやっていただく方が、効果が出ます。1回じゃなくて3セットとかやってみてください。それやることによってですね、毎日積み重ねていくとですね、このシワが薄くなったりとか、目の下のクマがですね、和らいできます。薄くなってきますんで、ぜひですね、試してみてください。はい。まあ、こんな感じで他のね、セルフケア動画もたくさんありますんで、よかったらですね、そちらの方も見てもらって、たくさんですね、セルフケアをして、毎日楽しくですね、過ごしてほしいと思います。寝る前にやるとですね、これ気持ちが高ぶってくるっていうかですね、楽しみが増えたと言われるご声もあるんで、ぜひですね、あなたも寝る前にですね、これをやってみてください。まあ、こんな感じでですね、次回も楽しみにしておいてください。ちょっとおかしくなりましたけども、また次回お会いしましょう。さよなら。